タミン D の生成能力という利益を取れば、日焼けをして肌が老化していく不利益、まあ利益が相反してしまうというものがあるので、どうしたらいいんでしょうかというような質問はよく受けるんですね。はい、皆さんこんにちは、肌の再生医療の北条元春です。今日はですね、ビタミン D ということについてお話ししようと思います。で、ビタミン D というのはですね、まあ欠乏するといろんな、まあ骨軟化症とかですね、それから、うつ病とかですね、節々が痛いとか、まあ我々医者ではこういうのを不定愁訴というんですけれども、なんかはっきりしないんだけども、なんとなくだるいとか、なんとなく、具合悪い、なんとなく痛いみたいな、そういうような症状ですね。こういう不定愁訴、ビタミン D 欠乏症ではこのような症状が出やすいというふうにされています。これは事実なんですね。ビタミン D というのはですね、皮膚に日光が当たることによってビタミン D が生成されるということも、これ事実になります。この皮膚でビタミン D が生成されるときに、窓越しに光を受けるとかですね、日陰で光を受けるということではなかなかビタミン D が生成されないというのもまた事実になります。そうするとですね、ここであるキーワードが結びついてくるんですね。ビタミン D の不足は日光の照射不足によって起こる。これ正しいですね。で、ただ私や、まあ、美容関係の動画で紫外線 UVB、UVA、これらのものは極力避けましょう、当たらないようにしましょう、絶対避けて生活しましょうということはくどくど言っている。そうするとですね、このビタミン D の問題と日焼けの問題っていうのが相反するもの、まあ利益相反というか、日光の利益、つまりビタミン D の生成能力という利益を取れば、日焼けをして肌が老化していく不利益、まあ利益が相反してしまうというものがあるので、どうしたらいいんでしょうかというような質問はよく受けるんですね。で、まあ結論から言うとですね、もしそんなに心配だったら、血中のビタミン D の濃度というのはすぐ測定できるし、すぐ答えが出ますので、それでやってみてくださいというのは私の結論なんですけども、まあもっと、まあ、個人的な結論から言うとですね、ビタミン D が普通の日常生活を送っている、まあ極端な食生活をしてない限りにおいてはですね、ビタミン D が不足する、まあ不足するっていうのは、その症状が出るほど骨軟化症とかですね、不定愁訴、睡眠不足とか筋肉痛とか抑うつ状態とか、そういうような状態が出るほどビタミン D 濃度が低下する状態っていうのは、まあ、通常の文明人が通常の食生活、通常の外に出る生活をしている限りにおいては、まず起こり得ないんじゃないかなと思っています。ただですね、やっぱりその人間っていうのは、誰しも自分は完全に健康だ、完璧だって思ってる人の方が少なくてですね、やっぱり、なんかちょっとこの頃疲れが溜まってるなとか、この頃眠りが浅いなとか、ちょっと筋肉痛がひどいなとか、抑うつ状態、対人関係であんまりうまくいかないなっていうことはみんな抱えてるんですね。で、その時にビタミン D の欠乏症の症状の話がこうパッと情報で入ってくると、あ、私のことだって思っちゃうって、そういうような傾向はあると思います。で、その時に、あ、ビタミン D 欠乏症、あ、この症状私に全部合ってる、私ビタミン D 欠乏症だと言って自己診断してしまう。そして、そういえば思い当たることがある、私日焼け止めいっぱい塗ってたからとか、例えば、お魚があんまり好きじゃなかったからということで自己診断して、そういうドツボにはまってしまうということはよくあると思います。その時にはですね、まあ、基本的にそういうようなのっていうのはほとんどが思い込みだと思いますけれども、ただもし本当にどうしても心配ということであれば、血清ヒドロキシビタミン濃度というものが、すぐに測れますので、多分保険診療をやっているところでも美容皮膚科さんでも簡単に測れると思います。初診料とかいろいろ取られるので、まあ心配を消すという目的であるのであれば、そういうような濃度を測定することを私はお勧めします。ただ人間っていうのは弱いもので、自分が思い込んでしまったものというのは絶対に真実だと思い込んでしまう傾向があるので、血中の、まあ、血清ヒドロキシビタミン濃度が正常範囲だよって言われたとしても、いや私の症状は絶対に、この抑うつ症状は絶対にビタミン D 欠乏だ、そうに違いないって思った人の精神をそちらの方に正しく向かせるというのはなかなか難易度が高いんですけれども、まあ、もっとおおらかにですね、まあ人間っていうのはやっぱりその抑うつ状態っていうのがあったり、腰が痛いとかですね、足が痛いとか、対人関係でうまくいかなくなった、そういうものはあるんですけども、それを全部ビタミン D の不足のせいにしてしまうというのは、なんていうんですかね、こう
ある意味、まあ、ビタミン D のサプリ業界のコマーシャリズムに落ち込んでしまった、罠に落ち込んでしまったような人もいるんじゃないかなというふうには思ってます。まあ、何回も言うように、まあ、結論から言うと、まあ、そんなに心配だったら、ビタミン D 不足が心配なら、まあ、日焼け止めを予防してて心配ならビタミン D を測定しましょうよ、簡単だからということを、それが結論なんですけれども、まあ、私自身はですね、まあ、自分が完璧に健康な人間だとは思ってないです。やっぱりもちろんその抑うつ状態が出ることもあるし、腰が痛い、今腰が痛いんですけども、腰が痛かったりとかですね、眠れなかった時もある。どう考えても、まあ、ビタミン D の不足のような症状があるんですけれども、私はビタミン D は不足がしているとは思わないです。もちろん日焼け止めも塗ってますけども、ビタミン D が不足しているとは思わないです。そんなようなことで、まあ、ちょっとおおらかに考えてみるというのも一つなんじゃないかなと思います。やっぱりこうある一つの方向に凝り固まると、やっぱりなんか思考が変な方に行って、むしろ違うような抑うつ状態、抑うつが抑うつを生むみたいな状態になるんじゃないかなと思ってますので、まあ、今日はビタミン D と日焼けということについてお話ししました。まあ本当に科学的には日焼けをしないとビタミン D が体内で生成されないというのは事実なんですけれども、ここに病的にとか過度にとか十分な量みたいな、そんなような修飾詞をつけて考えてみてはいかがでしょうか。まあ、過度にそんなにサプリメントとか心配しなくてもいいんじゃないかなというのが今日の私の結論になります。ご視聴最後までありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。